わたべまりりょうすけです。おはようございます。そこ普通なんか。はい、けいちゃんです。はい、ということで今日ね、見てすごいとこ来た。どこでしょう、ここは。ここはね、日本のスラム街と言われておりますね。大阪は有名よね、西成っていうところ。すごいね、ホームレスの方とかいろんな面白い方がね、たくさんいらっしゃる場所と。何もしゃべらんよ。え、ここ見えとるよ。お見えちゃう、この街に。パンチ効いとるわ。パンチ効いちゃうよな。まあやっぱこういうところなんで、まあ、基本的にね、物が安いよやっぱ。うん。朝ないよね。っていうか聞いてください、今日ね、海外に行く予定やったんやけど、それが台風の影響で欠航になりました。いや、拍手じゃない。持っとるわ。持っちょうな。ちょっと日本にいるしかないなということで、西成にケイちゃんを連れてきました。はい、ほんで今日やんのはさっき途中から言ったけど、前もケイちゃんとやったけど、千両っていうのを西成でやりたいと思います。どう？早すぎ。早い。大丈夫、無理してない。全然大丈夫。やばい店調査しに行きたい。前京橋行ったけどね、まあ、そことの比較もしながら、すごい楽しいものもたくさん取れるかなと、そして役立つ情報も取れるかなと思うんで、今日もみんな俺の動画参考にしてください。じゃあ早速1軒目行ってみよう。なんなんだ。アイリン地区の方ですかね。うん、一番ごっついので有名な方に行きたいなと思ってます。西谷は活気がありますね。人多い。じいちゃんたちが朝活してる。朝活で酎ハイを飲むような。ワンカップ、素晴らしいな。1軒目はどういうとこですか？モーニング。お、モーニングといってもお酒のモーニングです。モーニングセットやな。モーニングセットです。前行ったもんね、モーニングセットっていうのがあって、なんやこれってなって、10時ぐらいから今ね、こうやって散歩してないけど。散歩。はい、ね、味のある商店街やな。シャッターやばない。やばい。はい、着いた、1軒目。やっと。これはね、やっちゃおうかな。ホルモン丸福さんというところのモーニングかな。やばいな。いけるかな。いけるやろ、行こう。あ、10時前です。あー、どうぞ、モーニング出してくんないですか。こんなことない。モーニング過ぎちゃった。劇中やな。8時から10時まで。うん、あ、そうなんや。味がある。味がある。めっちゃ大阪といえばホルモンらしくて、この土手、鉄板で焼いとる感じ。みんなホルモン食べとる。ホルモン140。うわー、いいな。すごいよ。他もあるし。ただ残念ながらモーニングはね、2時間しかやってなかった。みんなこんな感じで、結構一人お一人で来ちゃう人が多いかもね。そうなんだ、ね。うん、女子二人です。私、そうや、素敵や。全然一人で来れるわ。めっちゃいい感じやな。また安定の立ち飲みやから。うん、全然安定してる。朝からこんな感じになれたらめっちゃ楽しいや。10時半のこと忘れる。で、こっちで鉄板で焼いてくれちゃうよね。うん、この奥で鉄板で、お母さんが、そうやね、あそこで鉄板で焼いてくれちゃう。誰か見た。え、これ大吹き。大吹き。おしぼりがどうって手抜いてしまった。より汚くなるでしょ。屋台感めっちゃいい感じやん。西成千部のはしご酒1軒目。朝ビール。朝ビールいただきます。乾杯。わさび、これで飲むってのがまたええな。うん、美味しい。雰囲気あるな。やっぱここに来たら、ホルモンね。あ、けいちゃん、ここも安定のね、下に。あ、思った。タバコ落とすと。ポエステスタイル来た。来ました。気にして。うわ、すごい。めっちゃええ感じやん。これで140。めっちゃ量多くない？安いな。そう、いただきます。うわ、おっきい。味がしみ、しみちょうわ。噛み応えあって。食レポやから、ケイちゃん、五感を使って伝えるわけ。まず、視覚。うわ、美味しそう。しらじらしい。嗅覚。はぁ、ドリンっぽい味がする。味噌っぽい味がするね。ちょっと今の間違いない。いただきます。ありがとうございます。おいしい、これ。プリプリやな。いろんな部位がミックスされてる。うん、食感がすごい。うん、味がしみちょう。
本家。確かにいろんな部位がね、あって140でこれってすごくない？うん、もう最高。レバーやレバーも。レバー、へぇ、美味しい。食べたい、食べた、うん、美味しい、うん、なんかこの皮みたいなやつうわこれはビールと合うな。今日もね、3、4店舗は行きたいなと、うん、モッチョからここでの注文はこれぐらいかなと、うん、で前のセンベロで俺がベロベロになっちゃったんだけど、ケイちゃんが酒強いんじゃないか説っていうケイちゃんめっちゃ強いから、ね、酒。本当にコメント嬉しいです、ありがとうございます。まあ、いろんな人から本当あったかい声いただいて、うん、本当になんか俺まで嬉しくなりました、うん、なんか優しい、あったかい視聴者さんに見てもらっちゃおうなというのをね、うん、本当感じる。コメントって本当に嬉しいな。嬉しいよ、うん、私何言ってくださいっていう、うん、おすすめ情報とかも、うん、まあ、レポートが上手と言われてましたんで俺が下手みたいなもうちゃんとしてって岩さんとって、はい頑張る。こんな雰囲気のあるところで飲むとベルベルになっちゃうわ。ダメダメ水挟んでいく、はい、なんちゃって海外に行けなかったという悔しさをね晴らすという飲みのね焼け酒なの今日。焼け酒焼け酒あれよりも楽しそう。ここ後ろにかぶりついてる。豚足も有名なんだ。おっちゃんがかぶりついて、あ、かぶりついて、おっちゃん、あ、美味しそう。おっちゃんやっぱええのは前回も言ったけどチャージがない、うん、きっと。これ言ったっけ220円言ってなかった。うん、1人せんべろって一品頼んでも多いやん。2人か3人でこう分け合うのがよくない？そう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 、いろんなもの頼んで、うん、だってシェアしたら今これ220円とホルモン140円の半分やから1人で言うと290円。やばい、前回より安い。290円、うん、いけるなこれ、うん、ベルベルなれるな。やめて。豚足有名ですか？豚足は南の風屋が有名やな。若い女性が珍しいから、むちゃくちゃケイちゃんが喋りかけられる。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。いやー素敵やったな。楽しかった。すごいいい雰囲気やった。今お会計がケイちゃんいくらやった？580円。素晴らしい。580円2人で、1人290円。わすごいよ。あと710円も使えるわ。うまかったし、なんかまだねホルモンの味がまだ残っちゃう、うん、濃かったね、うん、酒と合うってことよ、うん、わかる、うん、酒と合うってことよ。わかった、はい、ということで2軒目行こう。俺は全く調べてないんでケイちゃんにねいろいろ案内してもらおうかなと。西成のお嬢様やからね。ちょっと待って初俺も初やわ。通天閣とか新世界の方ね。新世界の方、うん、は行くけど、ここはあんまり飲みに来たことはないんで。あんまないな。初やから調べたけど、うん、イレギュラーで閉まってるので。そうやね、やっぱ今日は台風とかがあって急遽休業みたいなとこも多いんで、まあ一応とこを目指してね行きたいと思います。2軒目来たかもしれん。ある？やばい、やばい、最高。すごい、これ立ち飲み、フレッシュに。はい、どうぞ。どうぞ。すごいよ。行ってきます。行こう。うわ、地元の商店思い出す。入れた、はい、激渋やん。激渋。ここいいですか？だってナイスファイトのナイスベッティング。お邪魔します。お父さんたちが奥におります。うわ、最高やん。なかなか。あ、瓶ビールをください。お父さん、何がおすすめですか、料理は。料理な、うん、お客さんね、あるの。マミー、何言ってるか全然わからないけど、お父さん。はい、乾杯。乾杯や。乾杯。520円。サンリア、お母さんね。うまい。なかなかのこのいい感じの辛さ。おっちゃんたちがね手招きしてすげえ話しかけてくる、ね、やっぱ西成は物価が安いけどさ、ホテルとかも安いよね。だから結構ね海外の人が多くて、西成のめっちゃ情緒ある感じの雰囲気にたまに海外の人たちがめっちゃキャリティアス持って、うん、歩いちゃうって不思議な空間になりつつある。ちょっと行けば通天閣、うん、ここからユニバも行きやすい。今ですね、おーで、この瓶ビールで、お父さん歌うな。ありがとうございます。わー、美味しそう。来ました。なんかこの絵、2回目やん。これなんかデジャブや。塩、サバ。サバ。じゃ先にいただきます。食レポ。絶妙な食レポをみんなに届ける。
まずその食レポする前にこの雰囲気を雰囲気美味しい。身がプリプリやわ。肉厚。サバ全部皮で成り立つ。美味しい。骨がない。骨がない。身がプリプリで脂がすげえ濃厚だから、ものすごい味が濃厚で、絶妙にこの塩が混ざりちょって、この塩加減とこのサバ本来の味が混ざり合っておいしい。なんて73高い。ありがとうございます。お酒と合う。今のどこで洗った。いや表情だけやん。言い方と。ふわふわ、すごい肉厚やから、噛めば噛むほどサバの油が、甘い油がすごい出てきて香ばしい。ほんのり焦げがあって、しかも骨がなくて食べやすい。言うた俺。あ、ちょっと塩強めが、強めがね、お酒と合う。クッといってキー。ふざけとるんだけど、素晴らしい2軒目選んだよ。うん、父さんさ、持ち込んでる。嘘、待てや。お父さん持ち込んでいいの。あ、もうこれ頼んだやつ。あ、これ頼んだやつ。いやいや、缶チューハイやったから買ってきたんかなと。ハーブじゃないです。ナンパされとるから。飲み屋で仲良くなると。あったかいね。綺麗な子でしょ。そう、だからモデルってすんわ。自慢の彼女だ。触るな、触るな。燃やすぞ、やばい。口悪すぎるよ。おっちゃんたちは俺には興味ないって。こういうとこに若い女性は珍しいらしいよ。ここもやばい。サービス。お父さん残り？わかるー。いいじゃん、いいよ。やばい。え？